初代ベスキー菜の花レディを務めさせていただきます有村はるかと申します。1月2月と寒い時期を迎えますが、指宿市では少し早い春の訪れを告げてくれる菜の花が満開になっており、指宿が最も輝く季節を迎えております。また来週行われます第20回指宿菜の花マーチでは、小さいお子様からご年配の方まで池田湖や開聞岳など指宿の観光名所を巡れるコースがございます。黄色い絨毯のように広がるとっても綺麗な菜の花を見に参加してください。また全国でも珍しい砂蒸温泉や、昨年3月に運転を開始しました指宿の玉手箱号など数多くの魅力がございます。少しでも多くの方に指宿市を楽しんでいただきたいと思っております。皆様のお越しをお待ちいたしております。